はい、ということで2017年の11月25日です今日が土曜日ということで、今日は祝日休みです。まあ今日は早く起きたんですけど、母親がまたなんかお花の講習会があると言って、お茶の水の池の坊に朝行きましたけどです、まあ、父親を送り出してヘルパーの鈴木さんが来た、送り出したんですけどね。男性の鈴木さんもたまに来るという、といって今日はまあちょっと裁縫として、まあ見つかって、鶴見の鶴見の、まあ今日風邪ひいて便座2瓶買いました。便座、風邪という言い訳で便座を飲もうという。でもあんまり飲むと肝障害になりそうなんで怖いんですけどね。まあそれで横浜に行って、今日は湘南新宿ラインで、あの線に乗って、まあ南部線行ってないんですけど、今横浜線っていうのもあるらしい。湘南新宿ラインで行って、それで京浜東北で品川、東京まで帰ってきて、東京駅でカッティングの薬理学をやって、まあ昨日箱1万円でひげ剃りと武田のハイシー90歩とユンケル900くらい、あとなんか パルスイートとか買ったんです。ビビを飲みました。飯塚さん、まあそれで今日4000円あって、まあ帰りに池袋の塩の木のなんとかっていう190本ぐらい入ったビタミン粉末を買おうと思ったんですけどね。もう東京駅で薬理学をやってたら便座2瓶になりましたね。1500円と1500円。まあちょっと風邪ひいてるんでね、風邪を治したいっていうのがあるんですけど、まあちょっと今もうすごい厚着してるんですよ。T シャツ、Y シャツの下に3枚ヒートテックみたいなの着て、 T シャツ、それでセーター着てね、 Y シャツってセーターで、ジャケット、コートかなんか知らないですけど。
まあ、寒いんですよね、これますます寒くなって、まあ、今12月ぐらい、あと3ヶ月ぐらい耐えれるかどうか。でも風邪ひいたら、まあ、着ればいいだけの話っていうことなんですけど、それに気づいたって、まあ、厚着すればいいだけで、まあ、特別寒い仕事だと思ってますよ。マスクもして、だからちょっと風邪薬、まあ、風邪薬の健康他の効果にも期待するんですけどね、まあ、ちょっと危ないという。まあ、あれですね、ポッポ屋の高倉健さんの写真を思い浮かべざるを得ないんですけど、メイバランスっていう、ちょっと風邪治らないかな、気管支肺炎みたいな、気管支肺炎、気管支のせいみたいですけど。まあでも着ればいいだけって話します。桃引きでも、タイツか桃引きでも履きましょうか。江頭さんみたいな、江頭あんさんみたいな、機関車。まあでもこれで、まあ家にいてずっとあのカードトークをするっていう手もあるんですけど、顔ばっかり見せるのも僕あんまり好きじゃないんでね、なんか風景でごまかしてる説もあるんですけど、まあでもこの僕も昔からバス、学校の一人でバスで風景見てたんで、あれをまた検証してみようかななんて思ったりするんですけど、また何か起こるかもしれないという、なんか東京駅の近くに住んで新幹線で毎日移動するっていうのも将来的にありますけどね、わかりません、どうなるか、金になればなし、このまま死ぬかもしれないという話もあるんですけどね、まあしょうがないですね、自業自得ということで、全ての責任は取らされるということなんですけど、今日もまた1時間くらいカードトークしましょうかね。まあ、今日カッティングのブックオフで買ったやつを切って、まあ、両面やりましたね。ちょっと荷物が多いんで最近持ち運んでないんですけど、時間的な関係もあって、まあ、それで今日横浜に行ったっていう話なんですよ。ということで、今日は、まあ、横浜に行っても何もしませんでした。往復で帰ってきたという、とにかく湘南新宿ラインのあの線と京浜東北、まあ、京急とほとんど一緒ですね。では失礼します。